じゃあさっきの復習からね、ATP は、ね、ATP は ADP、ADP と、あと、リン酸にね、分解されることで、化学エネルギーを放出することができました。化学エネルギー。このね、P っていうのはリン酸のことね、たまに聞かれますね。ATP は ADP と、リン酸に、分解して化学エネルギーを放出します。で、この化学エネルギー何に使うのっていうと、まあ、例えば、機械的な運動エネルギーになるかも、つまり筋収縮に使われるかも。よくテストで聞かれるのも筋収縮ですね。まさに今、我々はね、筋肉が動いて、筋収縮のために ATP がガンガン、分解されてますとか、あと、ホタルの発光とかね。あと、何か物をね、合成すること。これちょっと難しいから、あんまり、深くは触れ、問題でもね、触れられないけど、何か複雑なものをね、作り上げるって時に、大抵 ATP が必要です。高エネルギーリン酸結合が必要です。何か物を作り上げることを、同化って言います。同化。まあ、整合性反応だね。生体内で起こるいろんなものを合成する反応を同化って言います。それにもね、実は高エネルギーリン酸結合の化学エネルギーが、化学エネルギーの投入が必要だったりします。じゃあ、ATP が ADP とリン酸になっちゃって、ちゃんちゃんおしまいね。そうじゃ実はないんですね。充電池って充電なくなっちゃったら捨てようってね、捨てるやつやばいじゃないですか。充電池ってなくなったら充電するんですよね。これ充電できるんですよ。やっぱり化学エネルギーを投入して。で、その化学エネルギーどこから、我々取り入れるかっていうと、例えば我々動物みたいなものは、外から取り入れた有機物です。有機物、何何と思うかもしれないけど、ね、ご飯です。ご飯。ご飯にたくさんたくさん有機物入ってて、で、例えば生物界で広くみんなが使えるご飯って言ったらこれグルコースです。 C6H12O6 みたいなグルコースが、生物界でよく使われてるご飯ですね。ご飯ですね。で、我々ももちろん、それ分解して ATP を再合成したりしてます。ここもね、ちょっと難しい、なんていうか面白いところだけど、高エネルギーなものを低エネルギーなものに落とすもの、落とす勢いを使って、この低エネルギーな ADP とかリン酸を高エネルギー ATP の形にこうなんだ、高エネルギーの物質の合成にこのエネルギーを使うんですね。こう水が崖から流れ落ちる勢いを利用して歯車を動かして何か物を作り上げるみたいに、グルコースを分解して出たエネルギーを使って ATP を作るっていう、ここちょっと面白いんだけど、まあ、ちょっとなんていうか大学範囲だからね、あんまり触れないけど。で、ボコボコに分解された有機物は CO2 とか水になっちゃいます。で、これね、ミトコンドリアって場所で行われます。大体主にミトコンドリアって場所で、まあ、主にね、行われます。まあ、本当はね、細胞質基質でもね、ちょっとグルコース分解するんだけど、まあ、こんな風に有機物を分解してね、ご飯を分解して ATP を作って、じゃあその ATP 何に使おうかなって、あ、ホタルだったら発光しようとかね、俺たちね、筋収縮して動こうとかね、いろんな用途に ATP を使っていくんですね。実際ミトコンドリアの中でいっぱい ATP 作られて、それミトコンドリアからね、ATP 出てって、いろんな場所で ATP が使われます。じゃあ CO2 とか水って、どうするんですかって、またこれ、俺たちこれ、上に合成するんですかって。でもね、残念ながら、俺たち人間は CO2 と水を使ってグルコース作るってできないんだわ。俺たち人間は。これね、光合成っつって、植物たちしか、植物とか、光合成できる生き物たちが主に行う過程なんだわ。これね、植物はできるんですね。あ、CO2 と水ありますって。で、いろんな、本当にすごいいろんな反応を経て、グルコースを作ることができるんですね。だから、中学校で習った光合成って結構ね、ものすごいシステムなんですよ。本当はね、人間にはできません。俺たちはただ、植物たちが作ってくれた有機物をバクバク食べて奪ってるだけ。で、
この光合成にもね、実はね、ATP が関わってます。これ深くあんまり立ち入らないけど、まあ、気になる人は発展生物の動画見てください。ここにも、化学エネルギーが投入されてます。ATP が、この葉緑体の中で ATP が ADP とリン酸に分解されて、化学エネルギーが飛び出て、その化学エネルギーを使って植物は頑張って葉緑体の中で、グルコースを合成してます。で、このね、ここの ADP とリン酸を光エネルギーを使って、まあ、ざっくり言うと、再合成、植物はするんだけどね、ここの反応ってちょっと難しいんだよね。まあ皆さんは、植物ちゃんは、光エネルギーを吸収して、ATP 作って、で、ATP 分解するエネルギーを使って、CO2 とか水から、CO2、水を使って、有機物を合成する。これを、葉緑体内で、行ってるんだなって。葉緑体の中で行ってるんだなって、しっかり、思っていただければいいと思います。あ、ごめんね、これ、ここが光合成だって言ったけど、もうこれ、初めのステップから全部光合成ですよ。光エネルギーが葉緑体に差し込んで、で、葉緑体の中で ATP が生まれて、で、この ATP って葉緑体の中から出ていきません。葉緑体の内で合成された ATP はミトコンドリアからは ATP 出ていけるんだけど、この葉緑体の中で光エネルギー使って合成された ATP は、この仕組みもねちょっと複雑なんだけど、合成された ATP は葉緑体の外には出ていけません。その ATP を使って CO2 とか水を CO2 とか水から有機物を合成するのが光合成っていう反応です。それをむちゃくちゃ単純化してるからね、ちょっと分かりにくいんだけど、まあそれが光合成です。で、繰り返すけど、俺たちはその作ってくれた有機物をのいただきって食べちゃって、で、分解して化学エネルギー取り出して、ミトコンドリアで ATP 作っていっぱい作って、で、その ATP を使っていろんな生命活動をしてるんだね。こんな風にね、これよく定期テストに出るじゃないですか、こういう図がね。だけど、むちゃくちゃ複雑な反応をね、もうね、もうとんでもなくシンプルにまとめちゃってるんで、まあ、ちょっと分かりにくいところあると分かりにくいところあると思うけど、まあ、基本的にはね、この程度しかね、生物通では問われません。ね、もう一回復習してみましょう。